すごい落ち着かないです。みんなの様子が気になります。お幸せに。呼んでくれてありがとうね。主婦さんのことですか。お主婦さんのことですね。なけななちゃん、すげー。どこにお座りください。ちょっと聞いたよ、ね、はい、奥の方のお席の方にお座りください。あ、ほいか、そうだよね、かわいいだよね。ママは泣かれて、はい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 、新郎の父親になります平博之と申します。よろしくお願いします。新郎の姉の井上です。よろしくお願いします。新郎の姉の夫の井上剛です。よろしくお願いします。新郎の妹の村恵奈です。あ、かわいい、かわいい。子供の春です。お願いします。よろしくお願いします。新郎の妹の旦那の洋村木です。お願いします。新郎の祖母になります。ニージマと申します。よろしくお願いします。新郎の母親の叔父にあたります。ニージマと申します。よろしくお願いします。新郎の叔母の夫に当たります。新郎の叔母です。新郎の叔母です。新井玲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新郎のいとこの新井恵と新郎の美咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新郎のいとこの新井剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シーチー男子2人です。よろしくお願いします。シンプのラハです。男子バブゲールですけど、よろしくお願いします。新婦の弟のタンシップエドリアンです。よろしくお願いします。新婦のおじいちゃん、ユネオソイドリーです。よろしくお願いします。お願いします。新婦 の、 あのおばあさんですよろしくお願いします。新郎の MSN メンバーです。よろしくお願いします。新郎の新郎のバーデリーダニー新婦のカソコの弟とお兄さんの、 あのシェンドリーからあのグッドパーダーが、もうよろしくお願いします。新郎の横須賀マイルです。あーあのファミリー長い友達です。よろしくお願いいたします。お母さんの長い友達なんです。デストレ。ありがとうございました。これをもちまして親族紹介を途方になく収めさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。それでは、ご新郎様がご入場なさいます。皆様、ご着席のままで、後方の扉口の方をご覧ください。
より祝福式を行います。皆様はどうぞご起立をお願いいたします。 Would you all rise? お二人は内回りで皆様の方をご覧ください。そしてお腕をお組みになってください。ご列席の皆様、私たちは今お二人のご結婚式に心からの幸せをお祝いしようとしております。それではご新郎様の親御様にお尋ねいたします。お二人のご結婚を祝福していただけますか。はい、祝福します。続いてご新婦様の親御様にお聞きします。お二人の結婚を祝福していただけますか。はい、祝福します。ありがとうございます。そしてご列席の皆さん全員にお聞きいたします。お二人のご結婚を祝福していただけますか。はい、はい、祝福します、ね、それでは皆様祝福の拍手をお願いします。祝福の賛美歌312番を賛美したいと思います。皆様のお手元にございますこの式次第の内側に歌詞が印刷されてございます。賛美歌312番を歌いましょう。寛容である。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することはせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。この聖書の言葉、愛があれば怒ることもないだろう、自慢することもない、妬むこともない、確かにそうだろうとは思いますが、だからといって簡単にできることではないと思います。私どもは何か失礼なことをされたと言ってはすぐ怒り、人の利益を考えるよりもまず先に自分のことばかり考えてしまう。それが人間というものの姿かもしれません。ただそんな風に自分が自分が自我をぶつけ合っていたとしたならば、この世界に平和などありえないでしょうし、それぞれのご家庭という聖なる単位においても平安はないでしょう。そのことを私どもに示してくださったのがイエス・キリストであります。イエス・キリストは2000年ほど前にこの地上に来てくださいました。クリスマスの日です。そして30数年にわたるご生涯、決して平坦な道ではありませんでした。素晴らしいお働きをなさいましたし、素晴らしい教えをしてくださいました。
ある人は心からイエス・キリストに従いたいと思った人がたくさんいました。しかしそうでない人もいました。イエス・キリストの存在を疎ましく思い、ありもしない悪口、でたらめではありますが悪い噂を振りまいた人もいます。特にイエスのご生涯の最後においては、不当な裁判にイエスを引きずり出し、イエスが黙っておられるのをいいことに嘘800並べたという。ある者はイエスに唾をかけました。ある者は石を投げつけました。それでもイエスは一言も口を開きませんでした。後にイエスと共に十字架にかけられた強盗の一人が不思議に思い始めました。なんでこんなひどいことを言われているのに、この真ん中、三本の十字架の真ん中につけられているこのイエスっていう人は、なんで弁解も言い訳もしないで黙ってるんだろう、おかしいなと思い始め、よく見てみるとイエスは黙っているようでしたが、口が動いていたんですね。何かブツ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 声にならないつぶやきをしているようでした。今から死んでいくという瞬間にこの人は何をブツブツ言ってんだろう。目を凝らし耳を澄まして聞いてみたら、やっと分かりました。イエスは祈っていたんです。それもこう祈ってました。父なる神よ、この人たちを許してあげてください。自分が何をしているか分からないでいるのですから。このことに衝撃を受けたこの強盗はその場で、このイエスっていう人は人間じゃないかもしれない、こんなに愛に満ちて自分に石ぶつけたり唾吐きかけたりする人のために祈るなんて人間技じゃない、この方は神ではないか、そう信じてその場において彼は救われました。愛と許しということ、それは簡単ではないと思います。でもお二人もこの愛と許しということをお忘れにならないでいただきたい。いや、時には怒ってしまいそうになることもあるでしょう。だけどその時にこの聖書の言葉を思い出していただきたい。愛は決して耐えることがない、愛は怒らない、愛は自分の利益を求めない、全てを我慢する、この愛と許しということをお二人の絆としてどうか幸せなご家庭を築いていただきたいと思うのであります。アメン。それではお二人に結婚の誓約をしていただきます。ブーケと手袋をお預けください。お二人向き合って手と手を取り合ってください。ではご新郎様は私の後に続いておっしゃってください。私は神の定めに従い、神の定めに従い、あなたを妻とし、あなたを妻とし、健やかな時も辞める時も、辞める時も、生涯愛することを誓います。生涯愛することを誓います。それではご新婦様は私に続いておっしゃってください。私は神の定めに従い、神の定めに従い、あなたを夫とし、あなたを夫とし、健やかな時も、辞める時も、生涯愛することを誓います。アーメン。それではどうぞ手をお直りください。神様の祝福のもと、お二人はご夫婦として歩まれることになりました。ご新郎様、ご新婦様のベールをあげてください。
愛の印として指輪の交換を行います。祈ります。全能の父なる神様、どうかこの指輪を身におつけになるお二人を祝福し、健康を支え、ご長寿をお与えくださいます。主の御名によって、アーメン。ではご新郎様からご新婦様、皆様も目を閉じて黙祷の姿勢をお取りいただきたいと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、ただいま神様の御前で夫婦となる誓約をしましたこのお二人を祝福してください。初めの愛を忘れずに幸せな家庭を築けるようお二人を祝福してください。救い主イエスキリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。ではどうぞ手をお願いします。結婚宣言。ただいま新郎新婦ご両名は神の御前において、そしてご証人である皆様の前におきまして聖なる誓いをなさいました。ゆえに私はここに父と子と聖霊の御名によってお二人が夫婦であることを宣言いたします。神が合わせられたもの、人はこれを離してはなりません。アーメン。お二人のご結婚をご承認くださる方は祝福の拍手をお願いいたします。神様の祝福がお二人と共に、またご列席の皆様と共に、今もまた常しえにあらんことを。アーメン。新郎新婦がご退場なさいます。皆様は祝福の拍手でお送りしましょう。
着席ください。もしじゃあ一緒にさ、シンプルシンプル。私が欲しいから。